広州ワールドカップ競技場は韓国の広州広域市西区にあるサッカー圏陸上競技場である。全国のワールドカップ競技場と名付けられたスタジアムで唯一陸上トラックが設けられている。2002年の FIFA ワールドカップ会場の一つ。韓国代表が準々決勝でスペイン代表を破りアジア勢初のベスト4進出を決めた競技場としてよく知られている。 その時の韓国代表監督だったフース・ヒディングにも敬意を表し、フース・ヒディング・スタジアムと名称変更が検討されたこともある。2007年には全国体育大会のメイン会場としても使用された。ワールドカップ後、2003年から公衆勝負フェニックスの本拠地として利用されたが、市民クラブ設立を望む声が高まり、2010年限りで、 公衆勝負との本拠地契約を打ち切り、2011年からは公衆 FC の本拠地として利用されている。2015年7月、下級ユニバーシアードの会場として利用された。メインスタンド及びバックスタンドは屋根で覆われているが、サイドスタンドは屋根がない。ワールドカップ競技場とつかないスタジアムでは、三河文革競技場、テグスタジアム、富山のアシアドシ競技場には、 陸上トラックがある公衆 FC ホームページ。ありがとうございます。